どうか。与論島ナマコ出身木島春樹40歳今日も幸せです。どうでしょうか。どうか。与論島あさと出身独身滝義光22歳です。どうも。二人とも今日も幸せです。お知らせ、これ与論の人に向けてだけじゃないんですけれども、今度9月の14と15日に与論島のサビチラ館で、はい、東京で大活躍してるね。今回たけしは初めて参加するんですけども、与論のサビチラ館のこと、東京で活躍してるたったた探検組合さんがやってくるっていう、なかなかね、なかなかない機会ですね。劇団さんがわざわざ島でやろうというのはなかなかないので、本当に面白いですか。だからぜひ見ていただきたいって、はい、なぜ今回の僕らコンビになったかというと、はい、僕も40歳になりまして、はい、最近の島の若者チャートのつながりがちょっとあまりにもね薄くなってきて、頭の髪の毛だけしかなくてつながりまで薄くなって大変だよと。最近飲まんからね、その若者は。あ、そうらしいんですよ。島優先奄美の国土上中なんですけど、あんま飲まなくなってみたいな。これを機会にね、またみんなで優先の良さも、お酒の良さも、何の話だろう。9月の14と15にサビチラ館で演劇をやります。で、東京とかその大阪とか全然関係ないところにいる方々はチケットの心配はしなくて大丈夫です。あのサビチラ館大きいところだから。そうですね、全然心配しなくていいんで、宿と飛行機とか船とか移動の手段の心配をしてぜひ見に行かせてください。そうです。あと台風はもうシーズン真っ只中なので、まあ来たはいいけど帰れなくなっちゃったとか大変なので、そこだけちょっと確認していただけたら。そうですね。で、世論の人たちはそのチケットの売ってる場所はアガサのオーシャンマーケット、はい、とあとアガサのトップ、はい、で花川店トップ、はい、で生のオフショー店、はい、でこの4店舗で売ってますん でそのお店にこのチラシとかあと詳しい内容、最初茶花海岸でスタートしてサブチラ館に移動してたりする。そうですね。そういうのも説明も紙にして用意してありますので、そっちの方ぜひぜひいただいて、ね、なんかね、緊張じゃないけど、またパパパパそうですね、みんな引っ張ってきて、はい、一緒に行ってほしいな。なかなかないからね、みんな見ることないから、ぜひね、もう面白いんで、みんなで、まあちょっと先ですけど、みんなでマチカンティーして来てください。よろしくお願いします。あ、で、15、14、15で、15日の本番が全部終わった後、舞台のセットとか、そういうの組んであるのを全部捨てるのもったいないから、ね、材料とかで必要なこの日使いたいなとか、このものはもらっていこうかなっていうのが一人とかいたら全部差し上げますので、その材料目当てで遊びに来ていただいてもいいかなというふうに思います。はい。で、終わった後ね、16日以降18日ぐらいまでこのメンバーの中で、ね、これ実費ですよ、あの劇団から支払われるお金じゃなくて実費で残ってる。そうですね、メンバーもいるん でちなみに僕たちはそれよりもちょっと長くなりますんで、前終わったと思うんですけど、頑張ってまいりました。行きましょう。皆さん、当該の人もですよ、皆さんにお会いできるの僕たちは楽しみに楽しみにしてますんで、はい、ぜひいらしてください、はい、よろしくお願いします。当日はお水をお忘れなく。そう、暑いです。そうそう、はい、サビチラ館の中で飲む熱中症対策の飲む水を忘れないでください、はい、よろしくお願いします。それでは願望どう。